皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスプライングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度気に入りのチームを作る、やるたびに、完全に新しいチームが出来上がると。ブレッシャーのですね、オーストラリアの選手と、イタリアのセンターフォワードですね、エクアドルのサイドミッドフィルダー、コスタリカの選手、アルジェリアの選手、ロシアのセンターバック、アルゼンチンのセンターバック、コロンビアのセンターバック、ポルトガルのサイドミッドフィルダーと。なるほど。はい。で、メキシコのサイドミッドフィルダーと。で、キーパーアリソンが入ってますね。で、はい。控え、南のメルテンス、ワイグルと、スイスの選手。なるほどね。はい。まずは南のを入れます。で、メルテンスも入れますと。ワイグルも当然入れるけど、どこに入れるかがわからないと。難しいですね。2センターバックやりますか、また。どうなるか。この人入んないですね。まあ、入れるとしたら、ブレッシャーの、ここですね。いや、なんか一般的なフォーメーションになっちゃったな。ん？これはどうなんだろう。サイドですよね。で、インサイドハーフもできるのか、この人。スピードがありますね。いや、そうか、メルテンスを。はい、ダブルシャドウでいきますか。はい、ちょっとね、これやってみます。2センターバック。だいぶ守備的ですね。で、アンカーを1人。プレッシングちょっと足りないですね。ダブルバイグルが入ると。まあね、どうなるか、わかんないです。はい。相手はメキシコと。はい、南野からメルテンスで、後ろに抜けるボールは、サイド使うと。いや、それダメ。やっぱりね、真ん中でボール取られるとカウンターが鋭いですね。はい。はい、南野から、エルテンスからイタリアのセンターフォワードにつないで1点と。はい、カウンターにね、決まってますね。はい、南野がプレッシングします。はい、ここね、結構。はい、南野から、エムゼウ。南野のシュートと。ちょっとね、ちょっと今打った方が良かったですが、南野に出しちゃいましたね。わー、すごいパスが通ったような。はい、ここね、南野のシュートと。今折り返した方が良かったですね。はい、クロスに対して。はい、強烈な、ね、ロングシュートですが入らずと。はい、一回下げますか。ここは空いてますね。はい、エクアドルの人がサイド切り崩してからの、うわ、ちょっとクロス流れ、今横に流れすぎました。えい、もう一回、もう一回クロス。はい、ここね、一回も競り勝てないですね。もう一回クロス、もう一回クロス。あ、やっと競り勝った。はい。まあね、ちょっと効率悪い攻撃ですね。やっぱりヘディングね、なかなか効果的な動き出しとね、合わせないといけないんで。はい。ちょっとね、切り込んで、ここファーに、ね、流れて、はい、こっちの方が全然決まりますね。今、ファーがね、フリーになってたんで、このサイドバックもっと絞んないとダメですね。はい。南野が行きますか。やばい。はい。わー、待って。はい、そうだ。2センターバックいるんだ。はい、これね、ディフェンスはもう、後ろから出てくるんで簡単ですね。いや、ちょっと待って。それは中途半端。いや、今のひどいですね。頼む。ブロッキング行ってくれ。いやー。はい、ほぼ1点ですね。やっぱりね、2センターバックは効いてないですね、だいぶ。はい、メルテンスの、ここのね、キープから。いや、出るか？これ行きましたかね。はい、行きましたね。で、ここね、ループシュートで入んないと。
はい、サイドに流れたんですが、オチュアの好セーブに阻まれると。ちょっと落としが遠いですね、これ。えい。はい。だいぶね、変な崩しですが、1点です。ここは南野がプレスに行くと。はい。わー、間違えた。頼む。もう一回。いやー、前向けなかったですね、今。メルテンスのシュートと。ダメだ、これは。カウンターがきつい。あー、きついですね、これ。頼む。はい、間に合ってますね。いや、間に合ってない。はい、うまく守ってね。これカウンターでしょ。いや、苦しい。はい、やっぱりね、センターバック2枚置いてるんで、中盤のプレスがね、かかんないですね。これは、あー、ダメだ。操作ミスです。はい、プレッシャーのシュートですが、阻まれると。ということで、3対0ですね。はい。メキシコ相手に3対0ということで、今回ね、ダブルシャドウストライカー試しまして、南野がね、一本に入ったんですけど、まあね、まあまあでしたね。やっぱり攻撃の面では、まあ良かったですね。特にメキシコ中央がね、ガチガチに硬いっていうタイプではないので、真ん中にね、枚数かけて、まあ割と決まった方だと思いますね。カウンター気味の何回か入りましたね。はい。まああとね、サイドの崩し、左ね、特に効果的に崩せて、得点ね、伸びましたね。3点か、でも、はい。まああとはやっぱり2センターバックね、良くなかったですね。まあ1枚、もう0で良かった、0バックでね、良かったですね。この2枚を、中盤に足せばね、良かったのかなと、ここまでね、中盤がスカスカになることもなかったと思うんで、このね、後ろの2枚、やっぱりフォーメーションの、噛み合わせがね、悪いですね、完全に。そうやってればね、全然、内容的にね、違ったと思います。今回はメキシコがね、だいぶ、攻め立てる展開になりました。ただね、こっちセンターバック設定したとはいえね、2人ともいい選手だったので、最後のところで、ここね、裏抜けの速い選手いますけど、抜けてきても、すぐにね、チェックして、シュートブロックに入るんでね、得点を許さなかったという感じですね。はい。非常に良かったと思いますね、そこは。まあ、あと、いや、まあ、ただね、やっぱりフォーメーションですね。はい。中盤をもっと手厚くしないとダメという感じですね。それぐらいですか。はい。あまりね、今回は、まあ、特にね、メンバー的にも、フォーメーション的にもね、まあ、やっぱり2センターバックやっちゃうとね、これでもっと、相手が強ければね、より緊迫した試合になるんですけど、メキシコ相手だとね、今回勝利を収めてしまったので、そこまでね、まあ、苦悩の中から生まれる、創意工夫みたいなものね、あまり必要としませんでしたね。はい。まあ、センターバックの機能としては、まあ、やっぱりね、働き方見ても完全にね、まあ、必要となるのは1枚ですね。多くても1枚。1センターバックですね。2枚いるとやっぱりね、どうしても過剰になってしまいますね。最後、裏抜けしたところに、左右にね、走ってブロックできるね、ブロッカーが一人いれば完全に機能する感じでね。はい。それで、その1枚を、攻撃的に配置して、1点取られても、もう1点取るみたいなね、そういうゲームプランの方がね、よりサッカーらしいというか、内容的にもね、見るものがありますね。やっぱり失点を恐れないのが大事かと思いますね。はい。それぐらいですかね。はい。ダブルシャドウ働きとしては、まあね、やっぱり相手が硬い相手に対してダブルシャドウでどこまで通用するかみたいなのね、見たいですね。はい。今回はメキシコ相手だったんで、そこまで真ん中がね、引いて固めてるという感じではなかったんでね、そういう時に相手がね、まあドイツとかベルギーあたりでね、そういう時に南野がどういう感じで裏抜けして得点を演出するかっていうのをね、より見ていきたいと思いますね。はい。というわけで今回はサッカーメキシコ代表相手に、3対0でした。また次回ね、シャッフルチームやっていこうと思います。今回はこれで失礼します。